知らんぞハピナス、お前大丈夫か。これを見て、ハピナスを出す、とっておきのこと特殊だと思ってないか。どうもじゃあ、ハイマジです。本日はですね、ポケモン対戦やっていきたいと思うんですけども、はい、本日使ってくるポケモンがこちらニーフィアということ で、この物理フィアという名前から分かる通り、このニーフィアは物理ニーフィアなんですけど、技構成がこちらとなっております。このたった2つでもうあくびをぶちかまして、あとはとっておき連打するというただの脳筋のキャラクターとなっております。で、ただこのニーフィア素早さだけがちょっと弱点なんで、逆に遅い加工にして、ミカルゲのトリックルームで素早さ関係を補っていってぶちかましていきたいと思うんで、早速いきましょう。さあ、間違えしました。対戦よろしくお願いしますということで、まずこのミカルゲで起点を作って、この物理フィアでとっておきで物理でぶん殴っていくという不意をついていく感じ で、最後に詰め切るのはもうバレパンマンの先制技でせやね、いくのが一番基地じゃないかなということで、続けていきましょう。さあ、相手クエスパトラから入ってきたと。なるほど、ね、バトンっぽいから置き土産で受け継がせるか。受け継がせたろ、うん、まあトリックルームからの置き土産でいく、置き土産でいいんじゃないでしょうかね。そうしよう。おっとクエスパトラ引っ込める、置き土産を引き継ぐこと、相手も恐れたんじゃないでしょうか。恐れた、ね、羽ばたく神が来てもこちとらトリックルームでよぶちかましちゃうからね。もう一番遅いよ、うん、今相手が一番遅い。こいつのもういいところが全部裏目に出るトリックルームやからで、ここも置き土産でいいんじゃない。無理な、うん、ちゃおう。置き土産でこいつ下げて、おお、引っ込める。何の交代。セグレイ ブってことは今回刺さってんじゃない。刺さりますよ、うん、これ置き土産でしっかり下げるから。起点にしつつ鬼火も入ってないから、あくびも刺さるよ。刺さるよ、うん、これ。しかもこんだけポンポン変えてくる相手はこの後もしっかりと変えてくると思うせやね、うん、確かにね。この置き土産が入っちゃったセグレイブに対して交換くると思うから、ここでしっかりとあくびをぶちかますと。ぶちかまそう。で、ほら読み通りよ、ね、ほんで交換先のクエスパトラってバトンタッチではあくび引きすぎますよ。引きつくんですか、ね、大丈夫ですよ。はあはあはあうまいな音SE やってたんこれの。そう、うまはやって、でそこっからがもう止まらない物理フィアのとっておきです。しかもまだ多分な、相手この段階では物理フィアってことには気づいてないと思うね。そうよ、うん、気づいてないよこいつ。この羽ばたく神で受けてくるよ、うん、この2匹は物理フィアですから。おっと、特殊防御が高いポケモンを出してもこっちとな、とっておきー、とっておきの物理技に当たり持ってけー、スーを差し上げます。いや、ええねん、ダイアンの使いええねん物理を食らってちょっと相手動揺してるんじゃないでしょうか。動揺しかないやろな。もうこれセグレイブでも止まらんくないか。トリック切れたっけ。まだ一旦あるやろ。あ、入れ替え、まだ一旦あるやろ。まあ、ちょっと様子見ますね、まだ一旦あるよ。はい、はい、ということで、とっておきが発動していくと決めるよ、これ相手が出なくなる。ただまあそれでもまあまあ入るんじゃない。まあまあ入ると思うよこれ。ワンチャン返しの技、お、氷ね、氷テラスタル、もうつぶてを。でもさ、巨剣突撃はドラゴンやんな、だから入りません。そうやから、氷のつぶて一発耐えんのも俺ありえると思うねんけど、まだまだ耐える。おお、持っていくね、等倍でこんだけ持っていくや、物理のニーフィア。なるほど、つながりか。今のだからテラスフェアリー切ってたら倒せてたってことやろ。倒せたんか、うん、くそ、いや耐えろ耐えろ、イカ様ダイスかな、さすがに。さすがにそうやな、ダイスやー、ね、くそー、そりゃそうか。このドラクエ狂ってやがる。カイジええねんお前このダイス狂ってやがる。シゴロサイコロの回やったけど、大月お前の支配下はもう終わりで、こっちは666サイコロだし。鬼イカ様やないか。さあ、ここで草分け打っとく。草分け打ちます。さすがに草分けで持っていきます、うん、持っていっといて、おっ、ほら引っ込める。氷のつぶてじゃないんやな。うん、そうやな、ちょっとでも意地を張ろうと。で、こおお、入るんだ草分け。クエスパトラ神やな、ほんま。これバレパンでいいな、ペラッペラやな、ペラッペラやな、バレパンで神待機。おお、まあまあ守るしてももうバレパンよ。そうよ、バレパンの前には無力やから、うん、さあ相手降参するなら今やぞ。今なら奪う金を半分で済ましてやる。あ、お前金取るんや。そうやね、トレーナー同士じゃないか。確かに取られるけど、ストーリーで、うん、今なら半分で済ます。ただここで降参打たんかったら俺は全額持っていくから。鬼かお前。お前のお前釣りの銀次か。そうやね、こっちの調整しないから。さあバルトパンチで
はい、お前この時点でもいかんかったから全額な。で次のセグレイムで降参シーンだったら俺あのクレカ切らすからなお前に。闇金やった。そう。闇金ユージ君って言われてるから。闇金ユージマクみたいに言うな。じゃあバレパンで決めます。はい、クレジットカード限度額いっぱい。対戦ありがとうございました。ご利用もありがとうございました。さあ間違えました。ユウさん対戦よろしくお願いしますということで、相手がカイリュウ、ドラパルト、ラッキー、オリーブオイル、モコミチ、サーナイト、マスカーニャということで、霊媒師のトリックルームとかオニビせやな。で、まあまあ書き回してからの置き土産太陽、物理系がかなり通るんじゃないでしょうかね。ドラゴンも多いし、うん、なんなら相手物理をドイツで受けんのっていう。物理ヒアがガンボン全然全ゴリと刺さっていくんじゃないですかね。という思うんで、最後残り1体どうやって持っていくってなった時に、物理ヒア3匹抜く性能がちょっと乏しい気がするから、やっぱバレーパンマンじゃないですかね。バレーパンでいくか。オッケー。ということでやっていきましょう。さあ、ユーを名乗っている、おっとラッキーから入ってきたよ。ラッキーラッキー面白い。ハッピーピンプクピンプクちゃうで、こうもうラッキーが来たということで、トリックルーミングから入っていくと。オッケー、行きましょう。はい、はい、まずこの時点でラッキーの方が早い。あ、ラッキーの方が早いんや。瞑想なんて積んでる暇は全然ないで。ないよ本当に。だってこっちがこの後出てくるのは物理フィアなんですから。特防上げる意味全くないよね。しかも置き土産で特攻下がるから、うん、そうやで。さあ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 、地獄の時間がやってまいりました。たださ、この瞑想ラッキーに対して、まあ置き土産売っていくんですけども、うん、置き土産やね。ニーフィアを出すというすごく怪しいムーブをするよな。確かに。まだあくびでいなそうとしてるっていう風にも取ってもらえるから。せやね。全然刺さると思うマジで。さあ置き土産で、ミカルゲお前はもう用済みや。まだ瞑想を悠長に積んでると。ほんまに悠長やな、このカンガルーラッキーね。カンガルーラッキーポケットあるけど。そうそうそう、カンガルーラッキールーやろこいつ。ラッキールー、あ、肉食ってるやつ。そうそう、確かに丸いけど。カンガルーラッキールー丸いけど。でこいつあくびでとりあえずいなしていくと。ただこの時点ではまだ多分相手はただいなしに来た特殊ニーフィアやと、特殊フィアやと思ってると。相手は特殊フィアやと思ってるね。確かに。そう、まだ瞑想積むよこいつ。なんなら椅子あるんちゃう、これ椅子あるんかな、うん、いけると思ってんのかな。でここでとっておきを、とっておきのとっておきを出していく。とっておきのとっておき、いけ。物理フィアでしょ。硬命の玉は物理や。でも次で持っていける。これが強いところ。ちょっと乱数で無理はやめてほしい。ただ相手度肝を抜かれてるんじゃないでしょうか。しかも眠るからな、このラッキーもう使い物にならへんから。寝てるかお前。だから目開いてね、うん、ちょっと半分開きちゃう。まさかあのそこが目じゃないっていうパターン。鼻の穴かこれ。鼻の穴じゃないやろ。絶対に違うやろ。おいラッキー、ラッキーラッキールーラッキールーに体型めっちゃ似てるけど。オリーブオイルモコミチが来ると。モコミチ言うな。高いところから垂らしてきそうな構えしてる。なんかこいつが寝てない。お前寝てんな。確かに。でも逆にさ、あくびっていう選択肢もある。もうノーマルしとくってな、うん、しとこう。うん、そう、うん、ハサミに使わへんよな。いやー、そうか、とっておき、うん、残しとくか。うん、とっておき、もう一個とっておきは残しとこう。オッケー、うん、ややこしいな、ややこしいわ。どのとっておきか分からない。とっておきの、とっておき、えぐすぎる。ほんまに。ドドラパルト、これ、無理じゃないか。とっておきで、もう持っておきしようか。持っておき、持っておき、うまいこと言うな。ゴーストダイビング。なるほど。なるほどね。これね、うん、ノーマルテラストル余ってますよ、うち。おっと。いいのかな、潜っちゃって。潜っちゃったけどね、ノーマルテラストルできるんですよ。じゃあ、とっておきのノーマルテラストル打った後に、とっておきのとっておきをとっておきで。ややこしい、ややこしい、ややこしい。ややこしいから。さあ、絶望のノーマルテラストル。俺ら、ナス中にしてきてる。最近結構ナス中にしてきてるんだけど。さあここでしっかりと透かしていって、効果はないようだ。で発動するのがとっておきのとっておき、どんだけー。いや一個ええねん。さあ間違いました。マレーシアさん、ナイスよろしくお願いしますということで、まあまあ今回も霊媒師からの物理インフィアがかなり通っているパーティーなんじゃないでしょうか。そうやな。ということで最後の一体がもし巨ジオンとか来た時がすげえ重いのと、まあドラパルトとかにも強く出れるレクイレムを、そうやな、を出していくというような形で3匹やっていきたいと思います。早速やっていきましょう。さあルガルガンから入ってくると。なるほど。こいつに鬼火入れれたら相当でかいけどな。
でかいけど挑発を打たれるとあるな。もういきなりトリックルームかまして、うん、先生どう組み上げ、先挑発打たれたらもうアウトってことやんな。あ、もうあれメンタルハード持ってるから。あ、そっかそっか、一発は出せるんか。一発はじゃあトリックルーミングから入っちゃうか。入っていこうか、うん、さあじゃれついてくる。あぶねー、いきなりかやば、いやきつい。なんかこのミカルゲのさ、うわ先生技持ちかいて、アクセルロックあるね。ミカルゲのこの弱点疲れてる感じがめちゃくちゃ気持ち悪いよ。気持ち悪いな、こいつ弱点ないで強かったのにな、うん、そうそうそう、置き土産打つで、置き土産を打って潔くやられちゃいましょう。くそー、これはまあもうでも入ってるんでしっかり、せやな、うん、頼むからそのタスキとかあやみとしてアクセルロック2発でした。行かれる、行かれはしいひんやろ、まあ、あくび入れたら変えてくるかなさすがに。せやな、うん、あくび入れよう。あくび入れいなしといて、うわー、お君だけ打てへんかったんが痛すぎる。痛いなこれ、引っ込めた、引っ込めてくる。いやこれはまだ可能性があるんじゃないか、可能性があるぞ、うん、さあ交換先のエレクトリック、エレクトリックなんや、こいつ電気って名前なんや英語で。ほんまやな、そのままやないか、めっちゃ、うん、しかも、え、奇跡かなこいつ、シビール、シビビール、シビビールか、うん、シビシラス、シビビール、シビルドンのシビビールね。もうじゃあ知らんで、とっておき打っていくれ。しかもなんか絶対このタイミングで出してくれってことは特殊に自信ありそうじゃない。ほんまやな、めっちゃ自信ありな感じで、うん、締め付ける。さあ逃がさへんようにすると、なるほどね、うん、もう急所に当たった。締め付けるとかいう変態技を打ってきたところで、こっちは物理で殴っていくと半分入っちゃってますが大丈夫でしょうか。いいかこれ、うん、いいね。さあ締め付けるの定数ダメージという変態ダメージが入っていくと、変態ダメージ痛いな。くぅ寝た、そうあくび入ってる、あくび入ってる、ほんまや。こっちが忘れる、もうこれも取っておき打つしかないよな、うん、さあもう物理取っておき、めちゃめちゃ刺さってんじゃないかこれ。相手はびっくりしてることでしょう、こんな削られると思わんかったやろうね。取っておき、しかも取っておき入って、これならアクセルロックも一発耐えそうやな、耐えそうやな、確かに、うん、いけるぞ。でまあここで歪んだ時空は元に戻ってしまうんか、元に戻ってしまうな、うん、ブリッシー、ブリッシー、ハピナス、これを見てハピナスを出してくる、ハピナスを出してくるの、取っておきでいいんじゃないですか。知らんぞハピナス、お前え大丈夫か、これを見てハピナスを出す、取っておきのこと特殊やと思ってないか。おい、今多分580ダメージぐらい入ってワンパンってことだ、バリ削ったら今ハピナスワンパンはなかなか見れるもんじゃないからな、ほんまよマジで。おっと厳しいんじゃないでしょうか。ルガルガン、物理ニーヒアが刺さりすぎてる。テラスタル切ってアクビで、あ、そう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 、そうしよう、テラスタル切ってアクビームをぶちかましていくと、そっから行くと、ちょっとアクセル怖いからな、普通にあの羽ばたく感じが、耐えろ、あーやばい、これまずいぞ、これまずいぞ。さあ頼むぞ羽ばたく神、お前これでワンパンできんかったら神の名を募集する、お前は羽ばたくっていう形容詞だけのポケモンになってしまうからな。それは嫌やな、かわいそうや、それは頼むぞ、お前から俺も神を取りたいわけじゃない。相手はテラスタル切ったっけ、まだ切ってないよね、うん、まだ切ってないからちょっと卓にもなってくるけど、ムーンホースが一番通りがいいんじゃない、うん、おっと切ってきてるよ、ムーンフォーに対して誰色だけはやめてなーって今そのままアクセルロックで押してくる、これどうや、耐えてくれ羽ばたく神、神お前はやるのか、羽ばたく神なのか、羽ばたくっていう形容詞だけなのか、どっちや。あー羽ばたく神、そのまま最強タスキー、お前もよく頑張ったけどやっぱりタスキっていうのも誰だから、お前は羽ばたくかや一番中途半端やそれさあ待ち口でした、よろしくお願いしますということで、マスカーニャ、ラウドボーン、ウェーニバル、ゲンガ、ハッサム、ドラパルトということで、この戦術にもやっぱりこの霊媒師で最初かき回していくと、まあただそのラウドボーンにもしっかりとこのニーティアの物理ニーティアは刺さっていかないね、刺さっていかないね、物理が硬いね、だから特殊のレクイエムを入れとくと、この3体で結構もやっぱさっきから持っていけてるんで、ちょっと前の試合は負けてしまいましたけども、まあこの3匹でいけるんじゃないでしょうかということで、続けてみましょう。ということで苦しそう、めっちゃあんみょーんということで、対戦よろしくお願いしますということでね、悪の波動って結構入るんかな、半分いくならもう俺こいつが一番重いからいっちゃってもいい気がするけどな、突っ張ろうか、うん、行こう、突っ張り突っ張りで行こう、そんなお相撲さんスタイルちゃうやろこいつフレアソング、これ何が上がるんやったっけ、特攻が上がる、うわ強いなそ れ, 強いなこれ、でももう一発耐えるわこれ、次75ダメージぐらい入るから、そやな、うん、おいいダメージ結構入った、キム・ジョウンの拍手すんなお前アクラードもう一発、よし行こう、
さあこれいきなり失うの痛いんちゃうか。お大文字を隠してんの怖怖すぎやろそんなの。今のいかれてたら、まあ外れてるから意味ないんやけど、アクナドで突破。さあオッケー、いや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 、上にバル、上にバルか、ほら多かった。なんかなんかバルクワクワみたいな、クワクワバル、クワクワバル、クワクワバルって名前どんなんやねん、シンプルやな、クワッスみたいな感じで。なるほどね。そうさあここもトリックルームやな、うん、トリックルームから行こう、トリックルームから行こう、してから考えよう。トリックルームさあ、おー入ってらっしゃる、水テラス、水テラスか。え、なおさん耐えへんかったやろ絶対、次の攻撃水テラス切られたら。でこれであれやろ、次のステップ行くんやろこれで。次のステップじゃあアクアステップやアクアステップか。次のステップ行ったらどうなんの。これ耐えろ、うわーさすが、さすがっす。素早さ上がってもここでもトリックルームが入りますからね。そうよ、もう意味ないから、うん、しかも置き土産で倒れるから、うん、地震過剰入らないよ。うわかわいそう、相手相手かわいそう。さあミカルゲの、あークラジェットかと思ってた。大変、なるほど大変大変か。あこれが強いところか、かわいいな最後。てか地震過剰じゃなかった、激流か、激流や、珍しいな激流。じゃあ助けやこいつ絶対。なるほどね。じゃああくびから、あくびから入って、言うてこの兄貴やトリックルームがなくてもあくびとか入ってくる。お2発で持っていけると確信したんか。お残念、アクアステップから来たらいいのにな。なあほんまやな。さああくびが入ってしまったよ、お前はどうするんだ。とりあえず取っておきで、もう物理やから、しかもこれそうよ、うん、さあ物理ニーヒアが引っ込めた先に物理取っておきが入ると相当痛いと思うぞ。さあゲンガー、ゲンガー今一つで入るけど、うん、こいつペラ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 やろ、しかも防御の方なんか特にな。そうよ、残念、呪われボディーなあくびやな、あくびやな、物理がために。そうやね、物理やったがために呪われてしまったな。そうこんなことがあった。そう物理ニーヒアをピンポイントに対策しやがる。よう30パーいくな。ただこれでやられたとしてもあくびが入ってるから、そうそうそう大丈夫、うん、もうここでねしっかりこのウェイニバルにあくびで引かせて素早さもリセットさせて羽ばたく髪につなげるのも強いから。そう、うん、でもちょっとここタクになるんよ、道連れ、道連れタクよ。じゃあどうするの、滅びの歌から入る、滅びの歌から入る。めっちゃ嫌やんそれ。いや違うわ、こっちの方が素早さ上取ってるから大丈夫。あ大丈夫大丈夫、そうやな、うん、よかったよかった。ムーンフォースで持っていけるな、うん、よしムーンフォースでいこう。よしムーンフォース不意打ちがある、それは。いや大丈夫大丈夫、奇襲すぎるやろ、うん、ゲンガーに不意打ちは。マジでどんな戦術持ってたやろな。あすごいやろこいつ。さあゲンガーもやられて、あとはクエーバルしか残ってないよ。ウェイニバルやクワクワバルやクワクワバルクワクワバルクワクワクワバルね、かわいいな、かわいすぎやろ。さあただこいつもワクワステップはないからムーンフォースやな、ムーンフォースやな、うん、さあムーンフォースで決めろ、一発取られたら負け。オッケー一撃ということで、物理人間はまあまあ刺さってたんじゃないでしょうか。刺さってたね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。